はい、こんばんは、山城と申します。まあ、もち真っ昼間ですけどね。まあ、今日はね、何をやっていこうかというと、まあ、サブジャン用ですよね。まあ、回しながらちょっと雑談でもしながらね、行こうかなと。まあ、用事をね、年末の用事をいろいろ済ますよと。久しぶりにちょっと YouTube のね、ネタもできたんでね、これ、あ、もう今チャンネル一緒にしてるのか。多分この動画が上がるっていう時には、こっちの方が、あ、どっちの方が先なんだろうな。正直、今プランがあんまりよく分かってない。とりあえず取りだめしてあるのが多すぎて、なんかどれがいつ出せるのか分かんなすぎて、あれなんですけど、まあとりあえずこの YouTube のね、ネタでというか、まあどっちにしろ受け取らないといけない。本人限定の郵便のね、案内が届いたんでね、まあ今回窓口で受け取りに行こうと。いうようなこととかね、やるついでに、まあ、カメラでもちょっと回そうかなと、いうわけでございます。さてと、時和のローソン来てますけどね、まあ、時和のローソンって言っても どこの時和のローソンやねんってなっちゃいますからね。時和はローソン多いですからね。ここは3丁目じゃねえよな、1丁目か、一丁目だよな、ここは。そう、時は一丁目ってやつですね。一回ここから撮り始めた動画あったよな。ワンダ行った動画撮った時とかがそうか。今日ね、12月31日なんでね、結構どこも早く閉まっちゃうんで、ちょっと今のうちからね、動いて買い出しをして、いろいろと、やっちゃいたいなというところなんですけどね。まあそう、また多分コミュニティのところで書き込みしてね、やってると思いますけど、YouTube をね、郵便いろいろ雑談動画って言って、まあ一応チャンネル分けてね、独立させて、一時期ちゃんとチャンネルを細分化した方がいいだろうということで、いろいろ混ざっちゃってね、分かりにくいとかっていうのが、ご意見が多かったんで、分けてみたんですけど、結局、チャンネルの管理がもう行き届かないということでね、YouTube も、まあ、チャンネルを別に閉鎖するではなくね、そのまんま、アップした動画は、まあ、そのままあっちの方で残しときますけど、基本的には YouTube の更新ももうこっちで、まあ、多分もうやるとしたらこんな感じで、たまーにポッと出てきたネタでやるかなんですけどね。専業でやってるんだったら、風景シリーズとかって言って、完全制覇の旅とかって言ってね、延々と、動画の、メインの動画撮りながらね、その先で行ったところとかやったりするんですけど、あれも結局、そうすると、風景印もらえるのが平日でないともらえないんで、うちみたいにね、平日休みが取れない会社だと、それはもう、企画として破綻してるんでね、できないですからね。専業でね、やっぱやるんじゃないってなると、どうしてもね、そういったところら辺の制約は出てくるんで、なんでね、もうこっちにまとめて、毎日更新、メインをね、毎日更新させるので、ちょっとリソース集中する。もともと一番最初は、そういう予定でおったんですけど、結構思った以上に、ジャンルごとに見たい、見たいやつを見たいっていうね、ご意見が多かったんでね、分けてみたんですけど、まあ、詰まるところ管理が行き届かないですからね、それだと。どうしても、仕事がね、全然ないよって、これもね、なるほどなと思ったんだけど、人によってね、結構やっぱ、働いてる職種とかによって全然、やっぱりその、忙しさが違うみたいで、私なんでね、それこそ、どっちかというとずっと忙しいところでやってきたんかな、まあ、ワンオペのね、接客業でワンオペでね、お店を回さないといけないところとかもずっと経験してきてましたし、まあ、比較的その生産性とか相当求められるね、人事生産性とかそういったところをすごいガーッとやって、で、なんとか利益をね、100円、200円の利益を出してっていうような、薄利多売っていうね、業界が多かったんで、あんまりピンと来てなかったんですけど、今も、言うて、ずーっと、作業時間中はね、
勤務時間中はずーっと、もう動きっぱなしのね、仕事なんで、まあ、仕事ってそういうもんだよなと思ってたんですけど、やっぱ、ところ変わればね、全然仕事の事情って全然違うみたいで、だから周りでも、仕事中でも2分以内に LINE の既読付きやんと、ブチ切れてくる人とかいるんですよね。いやいやいや、仕事中やで無理やって、何言っとんの、仕事中やからって LINE 見やんなんて、お前ふざけたこと言っとんなんて、めちゃくちゃブチ切れられて、LINE ブロックされたんですけど、アカウントブロックされたんで、知らねえやと思ったんですけど、だから、その人の働いてるところだと、仕事中に LINE が見えないっていうのは意味がわからんらしいです。だって仕事中でも携帯は普通にいじるし、まあ、そういうような感じのところもあるんですよね。だから別に LINE 通話とかも別に仕事中でも全然できるよっていうところとかも、やっぱあるんで、そういうところだとかと、やっぱ比較されると、いや、全然、やることもっとあるでしょって言われるんですけど、いやー、まあ、正直、結構いっぱいいっぱいですよっていうのはね、これはね、同じ仕事をやってる人からはまあ言われねえです。だって一緒の仕事してるから大体どれくらい大変か分かるんでね、あれですし、あとは YouTube で、ね、実際にやってる人だと、まあまあまあ人にもよるのかな。逆に YouTube やるっていうと結構時間に余裕がある人が結構やってるね、イメージは強いところはありますけど、まあただそういう人たちはそういう人たちでも、やっぱ動画のね、投稿本数がね、うちは言うて毎日とずっとやってるんで、そっちの方で、めちゃくちゃ仕事暇なんですかって言われて、ちゃうね、頑張って開けとるんやでっていうね、ところとかをね、一応ね、まああんまりなんか頑張ってアピールとかね、してね、なんだろうな、あるじゃないですか、最近のね、どことは言わないですよ、どことは言わないですけどね、俺たち疲れてますアピールみたいなのをね、いっぱいこう、することによってね、ファンを獲得したい、そんなに頑張ってる、そんなにもう疲れてるのに、私たちのためにがん動画作ってる、まるまるって素敵ってね、素敵って、言われてる俺素敵っていうタイプの人間でもないんで。自己肯定欲が低い、めちゃくちゃ低い人なんでね、あれなんですけど、なんだろうなーって思いながらね、逆にそういうふうに思えると楽なのかなーとは思いながらもね、まあ、うちの場合は別に、完全に、別に、面白いから見てもらおうとかって、あんまり、まあ、見てもらえたらラッキーぐらいのね、あれでやってるんで、もともと期待値低くして、その代わりにね、いろんなジャンルの動画を出してね、まあ、どっちかというと、どっかでも言ったと思うんですけど、100狙っていくところが、やっぱそれ効率よく稼げるんで、100とか、10、100、10、1000とかっていう形でね、既存でポンと出てきたやつをモディファイしてね、バズらせれるように持っていくっていうの。まあ、大体その01をやって、引き出しバッカーンっていくっていう、少ないんですよ。01の場合って、そもそもそれが、浸透するまでの時間がかかるんで、大体、これ浸透してきとるやんって、まあ、ハッシュタグとかでも、ピュンって伸びてきとるハッシュタグをすぐに使うってやつですね。そういうようなのが得意な人っていうのが、要は、まあ、株でもいわゆるチャートの、上がり際のところにね、買ってポンと売る人のこととかね、そういうような感じですよ。やっぱそういうのができる人、なんか効率的やしね、数字が伸ばしやすいんですけど、まあでも、やっぱ長いことやるって思うと、01やっとく人の方が絶対的に後々、まあいわゆる後伸びする人っていうのは01が得意な人が多いのかなっていう気はしますね。結局、01で知ってしまったら、他にねえから、もうここじゃんってなるところがあるし、やっぱオリジナルで作った経験、01の経験をしておくとね、一つ、なんて言ったらいいのかな、そのジャンルがね、廃れても、また新しいジャンルを作ればいいやっていう感じでね、やっていくこともできますからね、まあ、そのためにはね、その0から1を作るための、なんて土壌を作るっていうのはね、まあ、大事なんですけどね、そのための情報収集とかやってるんで、だから、正確に言うと、完全な0からは、まあ、多分作れないんですよね、だから 0.01 とかっていうところから1までを作る、1にするっていう仕事。
これまあ多分個人的にそれが好きなんだと思います。こんなジャンル誰もやってねえじゃんっていうところをどうやったらいいかなっていうのをこう模索しながらね、とりあえず形にしていくみたいなのが、どっちかというと好きなのかな、うちは。うん。性に合ってると思いますけどね。だから別にそのジャンルが大きく伸びてね、まあだから、うちだと最初は開封動画から始めて、まあ全然あれはそいつじゃないか、もうすでに、開封動画っていうの自体はあったよね。あったのはあったと思う。あの、遊戯王とか中心ね、多かったのは多かった。今でこそね、このポケカの開封とかって言ったら、遊戯王の開封って言ったらね、一大ジャンルですけど、どうだろう。言ってもそんなにやってる人は少なかったし、多分実写で顔出しながらこうやってやるっていう人はいなかったんですよね。あんましなかったと思う。パッと思いつくところはなかった。まあ、ないだよ、ね。あの、もう13年も前の話ですからね。っていうような感じでね、そういうような感じで作っていくのが、好きなのかな。ですから、鉄道系って言ってもね、あの完全に、あの、まあ、よく鉄道系と思って見てきていただいている方からはね、すげえクレームが多いのは多いんですけども、これもしゃあないと思ってますし、そういう風に作ってないよ、で、作れてないじゃないかって言われるだけの話なんで、作らないよっていうね、ところからの作れてないようなんで、まあ、それがね、やはり鉄道を扱っておるとね、いやいや、鉄道系の動画だろっていう風になるんで、まあ、これは、ばっかしは、どっちが悪いのかって言われたら、まあ、あの、微妙な話なんでね、いやいや、鉄道の名前とかタイトルに入っとったら、鉄道系って思うやないのってね、言われたらね、まあ、鉄道系じゃ鉄道系なんやから、じゃあ、ちゃんとした、ね、そういった、あの、鉄道系の人が楽しめるように作るべきじゃないのって、まあ、それが、それといわゆる100なんですよね、だから、なんだろうな、鉄道業界で01やった人っていうと、やっぱすごいなと思うのは、まあ、やっぱ鉄道系の動画っていう、多分、こういった形を作る基礎になったのは、やっぱ名列車の本家の人ですよね。あの、名列車で行こうシリーズっていう、ゆっくりのボイスのやつですけど、あれで本家の人っていう人がおって、その人が、初めてその、何だったっけ、あれ、サンパチ君から始めたんだったっけ、食パンでしたか、なんかから始めたんですよね。そっからその鉄道系の動画っていうものが、こう、ジャンルが出てってる感じがあるんで、あれが結構基礎になってる感じがありますよね。で、まあ、実写系を、それを実写系に、消化させるというよりは、そこからさらに実写系っていうね、あの、視点で、持ってったのが多分、だから記憶にあるのはスーツさんがやっぱ最初ないよね。だからやっぱ強いですよね。だからスーツさんってすっげえ王道な鉄道系動画を撮ってるんですけど、あの、必ず新しい試みが入ってますよね。あの、すごい長尺の動画作ってみたりとか。で、スーツさんももともとは、名列車シリーズで、そのゆっくりのボイスで最初上げてたんですよね、確か。昔はね。それこそ名列車シリーズがニコニコとかでわーっと全盛期だった頃とかにそれをやっとって、そっから実写に切り替えて、っていうような流れらしいですもんね。で、だから実写で、その、スーツさんが始めた頃ってのはそんなに鉄道で、実写でね、その、株出ししながら、やるっていうのは少なかったんですよね。まあ、いわゆる、画像とかそういったのを使って解説する動画が多かった。それがほぼほぼでしたからね。出た。今日もワンちゃん散歩しとるわ。